実は好きな人が性欲強いのかどうかって気になりますよね。今回は性欲が強すぎる女性の特徴ということでやっていきます。意外とあなたの周りにも当てはまる方が多いかもしれませんよ。まず一つ目は低身長ということです。背が低い女性は性欲が強い傾向にあります。これは甲状腺ホルモンが大きく関係しています。諸説ありますが、女性は生理が始まると身長の伸びが止まります。思春期の早い段階で性に目覚めたから性に対して関心が強い傾向にあるということなんですね。これは男女ともに共通している特徴でありますが、はっきりとした因果関係が明らかにされていないのが正直なところです。二つ目は学歴が高くて真面目ということです。真面目そうに見えて意外と夜の営みは大胆なんてこともあります。学歴が高いほど性欲も強くなると言われています。そんなの関係ないんじゃないのと思うかもしれませんが、高学歴な人は好奇心旺盛で探求心があるためです。実は性に関しても積極的な傾向があるようです。なぜかというと、頭脳明晰で賢い彼女たちは自分がどんなエッチをしたいのか明確にイメージを持てるためなんですね。想像力豊かでベッドの上でも楽しめるということなんですね。IQ が高い人は前頭葉が発達しています。前頭葉とは思考をやる気、感情、理性などを司ります。頭がいい人は少しの刺激では満足できず、より強い刺激を求め、結果的に性欲が強くなります。また、真面目な女性ほどストレスを抱えるものが多く、欲求不満を解消するために夜の営みを求めるということもあるんですね。あえて高学歴の女性を狙うというナンパ師もいるようです。性欲が強い女性というと一見不真面目そうに感じられますが、真面目な性格の人が多いんです。普段から何でも一生懸命取り組むような性格の人は性的欲求に対してある種の抑圧が働きます。そうすると発散できる時がないため、どんどん欲求が膨らんでくるんです。3つ目はお酒好きということです。お酒を飲む量、回数が多い女性も性欲が強いと言えます。お酒を飲んでハイな楽しい気分になると快楽を感じるドーパミンが放出されます。ドーパミンはお酒を飲んだ時だけでなく、脳が興奮状態にある時にも分泌されます。そして仕事などで緊張状態にあるのを癒すのがこのドーパミンです。多くの人はこのドーパミンに依存して中毒になりやすいです。女性はアルコールが入ることで開放的な気分になり、性欲が増す人も多いですね。だからといってお酒が強くない女性に無理に勧めるのはダメですよ。これは当たり前ですね。また女性を酔わせようと頑張って飲んでいたら自分が先に潰れてしまったなんてことのないようにしましょう。四つ目は筋肉質な女性です。体を鍛えることが好きなトレーニー女子も増えていますよね。筋肉質というのは男性ホルモンの影響を強く受けている女性に見られる傾向です。筋肉質な人はテストステロンという男性ホルモンが優位に立っている状態です。こういった女性は性欲が強いと考えられます。そこまで運動していないのに筋肉質の女性の場合は男性ホルモンの影響が強い可能性があります。5つ目はシャイな性格。シャイな女性は営みの際にギャップがあり乱れるなんて聞いたことありませんか？恥ずかしがるのは想像力や妄想力が豊かだからです。シャイですぐ赤面する女性は感度がいいと言われています。また責められるのを好むとも言われています。人前ではシャイだけど、心を許した相手の前では本来の自分を解放し、大胆になっていくようです。シャイな女性は普段は上手に人と付き合えず、抑圧されていたりします。心を許せると思った相手にはすごく甘えたり、大胆になってしまうんです。性欲が強い女性は自分の本心をあまり表には出しません。普段はおとなしいおっとりタイプだったりします。また普段は真面目な女性ほどベッドでは大胆なんてこともあります。いつもは自分を抑えている分、スイッチが入ると止められなくなっちゃうんですね。6つ目は涙袋があるということです。顔を見るだけで性欲の強さがわかるってすごいですよね。気になる女性は涙袋、この目の下がぷっくりしていますか？人の顔で最も感情が現れやすいのは目の部分です。リンパが集中していてホルモンバランスの影響を強く受けるため、口には出せない気持ちも現れることもあります。涙袋は別名フェロモンタンクと呼ばれていて、ぷくっとしている人は男女ともに性欲が強いとされています。
涙袋がくっきりと見えるように女性がメイクするのは、それが女性らしさを強調し男性を誘う要素の一つになるためです。7つ目は大食いという特徴です。先ほどお話ししたお酒とも関係しますが、飲食することと夜の営みは非常に関係性が高いです。性欲を司る性欲中枢と食欲をコントロールする中枢はとても近い場所にあります。そのため性欲と食欲は影響し合っていると考えられています。ただ性欲よりも食欲優先なんですね。ある研究結果においても食事後の方が空腹時よりも性欲が増すということが分かっています。これは食事をすることで脳が活性化して性的なことに反応しやすくなっているからだそうです。つまり女性とデートするなら美味しい食事を一緒にすることは必ずデートプランに入れるべきということですね。女性を空腹にしたらダメなんです。食欲と性欲は比例しているとよく言われます。痩せているのによく食べる女性っていますよね。そういう人は性欲が強い傾向があります。ロマンチックな夜を過ごすために大事なことは夕食からです。気になる女性と一歩進んだ関係になりたいなら、彼女を空腹にさせないように気をつけましょう。8つ目は薬指が長いということです。人差し指よりも薬指が長い人は性欲が強いと言われています。男性ホルモンであるテストステロンの分泌が活発になっているからなんです。男性ホルモンが多いと性欲も自然と高まります。気になる人は手相を見せてなどと言って、好きな人の薬指を一度確認してみてはいかがでしょうか。9つ目は何事にも貪欲ということです。これはいわゆる肉食系女性の特徴でもあります。肉食系女性は物事にのめり込む、好き嫌いがはっきりしている、細かいことは気にしないという傾向があります。そして様々なものが興味の対象であると言えます。その中に性欲も当てはまるんですね。肉食系女性がただ性に対して貪欲であるわけではなく、いろいろなことに貪欲でアグレッシブであるというわけです。上昇志向だったり、様々な物事に突き進んでいる女性を見つけたら、その人は性欲が強い肉食女性かも。10個目の特徴はオタクということです。オタク気質な女性も性欲が強いと言われています。オタク系の女性をネガティブなイメージで捉えていたのは古い考え方です。可愛い子もたくさんいますし、オタク気質の女性は探求心が強く想像力豊かです。そのため性に対して好奇心や探求心が旺盛なんです。二次元は私たちが普段生活している世界よりアブノーマルな世界が広がっているのかもしれません。